名古屋の老舗料亭かもめさんにやってまいりました。今日はこちらでこの方と待ち合わせです。はじめまして。はじめまして。藤井聡太先生のファンの将棋マダムと申します。実はこの方一生のお宝ですよね。まあ、これからずっと将棋ファンで居続けるんだろうなみたいなふうに思った瞬間でしたよね。おととし将棋のタイトル戦叡王戦独自の制度見届け人となった生粋の将棋マニア。見届け人になると対局開始や終局後の感想戦を間近で見られるほか、勝負飯を味わえたり対局で使用した駒をもらえるなどプレミアムな体験ができるんですが、その料金はなんと250万円。250万。マダム、あなたは何者ですか？主婦、専業主婦。そうなんですか？はい、将棋の世界を間近で見れるチャンスっていうのはほとんどないので、ぜひ見てみたいなと思って応募しました。250万円と料金も超プレミアムですが、倍率もおよそ30倍と激戦。幸運をつかみ取り念願の見届け人になったんです。その時の叡王戦の会場が今2人がいる名古屋の老舗料亭かもめなんです。すぐそこの木の前に立って、はい、ここにマダムが立ってた、はいはい、車がこうすぐそこまで来られて、はい、リュックをいつものリュックを背負った藤井先生がパーッとこう歩いていかれた。ここを、そうです、目の前を、目の前を、え、はい、その時に声はかけなかったんですか？いや、もうドキドキしちゃって、初めてお会いしたので、はいはい、もう声なんてかけられなかったです、はい、いやいや、急にリアクションが乙女になりましたね。そんな将棋マダムと史上最年少七冠をかけ明日名人戦に臨む藤井六冠の強さの秘密を探ります。その上で欠かせないのが杉本さんの将棋教室、はい、あれはなかなか一般の方いけませんからね。そうですよね、はい、AI の研究をしてるパソコンを見てみたいです、うん、杉本先生のお家の今のパソコンが藤井先生が昔使ってたパソコンのお下がりだっていうお話を聞いたことがあって、昔藤井先生が触ってたパソコンだったらすごく嬉しいですね。あー、藤井さんの強さを探るために、はい、我々実際にアポイント取ってますんで、はい、一緒に探求しに行きましょう、はい、ありがとうございます、はい、お願いします、はい、強さの秘密を探るべく向かったのは藤井六冠がプロ棋士としての第一歩を踏み出した将棋研究室。さあ、こちらがですね、はい、将棋研究室になりますよ、はい、ここです。うわ、すごい。どうぞどうぞどうぞ。お邪魔します。いや、もうドキドキしちゃってる。ドキドキする。じゃあもっとドキドキしていただきましょう。あ、はい、先生、先生。あ、先生、お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。またもとお会いするのお久しぶりでございます、はい、迎えてくれたのは藤井六冠の育ての親杉本師匠。先生もご存知ですか？はい、見届け人やっていただいて、はい、で控え室で一緒させていただいたことが、実は将棋マダムかもめで行われた叡王戦ですでに杉本師匠と対面を果たしていたんです。将棋界ではちょっとした有名人の将棋マダムと早速中を見学。ちなみに子供の頃はどこによく座ってましたか？うーん、初めの頃はやっぱり下座の、はい、ここ年に。じゃあ最初はここからのスタート。まあまあ、そういうことですね、はい、どうします、座ります？これチャージ料とかいらないですか？ここ座って。じゃあ500円くらいもらおうかな。失礼します。じゃあ座ってください。はい、失礼します。いや、すごい。すごい。同じ空間にいられるだけでもドキドキしちゃいます。念願の聖地にマダムのテンションは爆上がり。この部屋は藤井六冠が小学5年生の頃から練習をしていた場所。幼少期の性格を聞いてみると、なんかいつも楽しそうでしたよね。みんなと勉強会だから、まあ、苦しい時もあるはずだけど、あまりなんかそういう顔は見せたことがないというか。
小さい頃から楽しんで将棋を指していたという藤井六冠、なんと今でも初心を忘れないよう月に一度はこの場所で練習をしているんだそう。練習将棋とかは今でもされる感じですか？今ですか？今はほとんどないですね、はい、いや私とやるぐらいだったら他の弟子とやってほしいから将棋に加わるというよりはどっちかというとお弁当の注文を聞いて駒磨いたり、あ、家の掃除したり。そしてマダムが何より興奮したのが、これ藤井先生のお風呂ですよね。これはお風呂ですね、はい、すごいすごい。いやもう夢が叶いました。いやもう感動です。マダムが一番見たかったというのがこちらのパソコンの本体。実はこれ将棋の研究のために藤井六冠が自作したパソコンなんです。実際にこれで AI 研究をしてたってことですかね。そうですね、まあ、新しいのを、まあ、スポンサー様からいただいたということで今までのものを、まあ、この教室に進呈しますよということでこちらに置いてます。幼少期から自作のパソコンを使い AI 将棋で腕を磨いていた藤井六冠、強さの秘密を杉本師匠に改めて聞いてみました。もう日常の中に将棋が完全に入り込んでるからかなと。もう当たり前のように将棋というものが身近にあるから、なんか勉強とかそういうレベルではなくてもう あって当たり前で、もう絶対欠かすことがないですよね、どんな忙しい時でも。やっぱり小将棋と藤井君がその出会う運命だったんだなっていうのをすごく感じました。そしていよいよ明日から七冠に王手がかかった名人戦第5局が始まります。師匠の思いは、もう次勝てば名人ということで、もう七冠が、まあ、もう完全に射程距離に入ったなという気はしますね。だけどそれを弟子に持つというこの師匠としては最高でしょう。あーそうですね、いやちょっとあまりにも偉大になりすぎちゃってね。なんかだんだん、ね、お弁当をもっとグレードアップしなきゃいけない。そこですか。